三女、三女、うぶめは、日本の妊婦の妖怪である。憂い婦女長とも表記する。死んだ妊婦をそのまま埋葬すると、三女になるという概念は、古くから存在し、多くの地方で、子供が生まれないまま妊婦が三軸で死亡した際は、腹を割いて、胎児を取り出し、母親に抱かせたりを合わせたりして葬るべきと、伝えられている。胎児を取り出せない場合には、人形を添えて、 棺に入れる地方もある。当の有用雑草全集、関十六及び北総の太平洋気巻六十二に載せる夜行遊女は人の赤子を奪うという夜行性の幼鳥である原産死者処刑、あるいは三死者の化けせるところなりというとされる。日本では多くは地に染まった腰巻をまとい、子供を抱いて連れ立って歩く人を追いかけるとされる。 物語評判、三の上にて見まかりたりし女、その終身このものとなれり。その形、腰より、下は血に染みて、その声、おばれう、おばれうと泣くと申しならわせり、キー雑談衆、三夫の分弁せずして胎児にが補生名あらば、母の盲衆はために残つて、変化のものとなり、行為抱きて夜行く。その赤子の泣くを、うぶめなくという、本像項目。 和漢三歳杖絵などでも扱われる。三女が血染めの姿なのは、かつて封建社会では、家の存続が重要視されていたため、死んだ妊婦は血の池地獄に落ちると信じられていたことが由来とされる。福島県南会津郡日の江又村や大沼郡金山町では、三女の類をおぼと呼ぶ。人に会うと赤子を抱かせ、自分は成仏して消え去り、 抱いた者は赤子に喉を噛まれるという。おぼに会った時は、男はなたにつけている紐、女はご高層、女性用頭巾の一種や、手拭いや湯巻き、腰に巻いたものなど、身につけている布切れを投げつけると、おぼがそれに気を取られるので、その暇に握ることができるという。また、赤子を抱かされてしまった場合、赤子の顔を反対側へ向けて抱くと噛まれずに済むという。なお、おぼとは、 うぶめの、うぶと同様、本来は、新生児を指す方言である。川沼郡や内津町に、応募にまつわる、覚え抱き、観音伝説が残るので下に紹介する。佐賀県西松浦郡や熊本県阿蘇市、市宮町宮所のでも、うぐめといって、夜に現れ、人に子供を抱かせて、姿を消すが、夜が明けると抱いているものは大抵、石、石頭、藁打ち棒であるという、 同じ九州でも長崎県、五承浦島などでは、船幽霊の類を、うぐめという、船幽霊各地の船幽霊を参照。長崎県伊き地方では、うんめ、うめといい、若い人が死ぬ、または難山で、女が死ぬとなるとも伝えられ、宙をブラブラしたり消えたりする、不気味な青い光として出現する。茨城県では、 ウバめとりと呼ばれる妖怪が伝えられ、夜に子供の服を干していると、このウバめとりがそれを自分の子供のものと思い、目印として有毒の乳をつけるという。これについては、中国に類似伝承の類似したウブめという鬼神があり、現在の専門家たちの間では、茨城のウバめとりはこのウブめと同じものと推測されており、ウブめは産婦の霊が化けたものとの説があるために、 この会長が三女と同一視されたと言われる。また、日本の伝承における梅は、姿、鳴き声ともにカモメに似た鳥で、地上に降りて、赤子を連れた女性に分け、人に会うと、子供を追ってくれと頼み、逃げる者はたたりによって、おかんと高熱に侵され、死に至ることもあるという。岩き国、現、福島県、宮城県では、海岸から流湯。 竜人が灯すと言われる開花が現れて陸地に上がると言うが、これは、うぶめが竜頭を陸へ運んでいるものと言われる。長野県北安住郡ではうぶめを、ヤゴメドリと言い、夜に干してある衣服に泊まると言われ、その服を着ると夫に先立たれるという。古今百、物語評判の著者、江戸時代の知識人、山岡本隣は、諸虎の文にも詳しく書きつけたる。うへは、 思うにこの,ものなきにあらじ、そのはじめ妊婦の死世体より、小物、ふと生じて、後には、その類をもって生ずるなるべしと語る。腐った鳥や魚から、虫が湧いたりすることは、実際に目にしているところであり、妊婦の死体から鳥が湧くのもあり得ることで後している。妊婦の死体から生じたゆえに鳥になっても人の血のみ女を取る行動をするのであろうと言っている。人の死と共に、 気は産死する。河川や刑などで死んだ者は産死ず、あやがしをなすことは、趣旨の書などでも記されていることである。正常な日や場所が、女性を忌避する傾向は、全国的に見られるが、ことに妊娠に対する、汚れの思想は強く、単夜化やヘッツイビは妊婦を嫌う。関東では、出産時に俗に鬼ごと呼ばれる、三回の一種、血回。 結界と核が結界の糸もが現れると伝えられ、出産には病部を巡らせ、結界が縁の下に駆け込むのを防ぐ。駆け込まれると産婦の命が危ないという。岡山県でも同様に形は亀に似て背中に身の毛があるおけつなるものが存在し、体内から出るとすぐやはり縁の下に駆け込もうとする。これを殺し損ねると産婦が死ぬと伝えられる。 長野県下稲郡では、結家という異常妊娠によって生まれる怪獣が、信じられた。愛媛県落ち清水村、現、今治市でいううぶめは、死んだ赤子を包みに入れて捨てたと言われる川から、赤子の声が聞こえて、夜道を行く人の足がもつれるものを言い、これがお前の親だと言って、履いているぞうりを投げると声が止むという、のつごの一種とも言われる。佐渡島の、 うぶは、えいじの死んだものや、おろした子を三夜に捨てたものがなるとされ、大きな雲の形で、赤子のように泣き、人に追いすがって、命をとる。履いている草履の片方を脱いで片しに投げ、お前の母はこれだと言えば、害を逃れられるという。波間から、血の水を抱えてで、念仏を百音と泣いている間、この子を抱いていてくださいと、通りかかった講師に懇願する。 山形大倉村の三女の話では、女の念仏が進むにつれて赤子は重くなったが、それでも必死に耐え抜いた武士は、以来、海力に恵まれたと伝えられている。この話の衆と名女は、波間から出てくるため、女としての側面も保持している。鳥山赤煙のガト百鬼夜行では、両者は異なる妖怪とされ、現在でも一般的にそう考えられてはいるが、 両者はほぼ同じ存在であると言える。説話での初見とされる、今若物語集にも、源の頼光の四天皇である、平末武が、肝試しの最中に、川中で三女から赤ん坊を受け取るというくだりがあるので、古くから言われていることなのだろう。三女の赤ん坊を受け取ることにより、大力を授かる伝承について、長崎県島原半島では、この大力は、 代々女子に受け継がれていくと言われ、秋田県では、こうして授かった力を棒力などと呼び、他の人が見ると、手足が各四本ずつあるように見えるという。うぶめより授かった怪力についても、赤ん坊を抱いた翌日、顔を洗って、手ぬぐいを絞ったら、手ぬぐいが二つに切れ、驚いて、また絞ったら四つに切れ、そこで初めて異常な力を、うぶめから授かったいうことが分かった。 という話が伝わっている。この男はやがて、大力を持った力士として、大変に出世したと言われる。大関や横綱になる由来となる大力を、うぶめから授かった言い伝えになっている。民族学者、宮田昇は語る。うぶめの正体である、死んだ母親が、子供を強く、この世に戻したい、という強い怨念があり、そこでこの世に戻る、才の異常な大力、 つまり出産に伴う大きな力の体現を男に代償として与えることにより、再び赤ん坊がこの世に再生すると考えられている。民族学者、柳田邦男が語るように、うぶめは、道の傍らの怪物であり少なくとも、気に入った人間だけには大きな幸福を授ける。深夜のあぜに出現思考を抱かせようとするが、驚き逃げるようでは、話にならぬが、 三女が抱かせる子もよく見ると石地像や石であったとか、抱き手が瞑想であり、念仏、または大木の力で幽霊、うぶめの区間を救った、無事委託を果たした檻には、非常に礼を言って十分な放射をしたなど、仏像の縁起に利用されたり、それ以外では、うぶめの霊物は黄金の袋であり、または、とれどもつきぬ宝であるという。 時としてその代わりに五十人百人力の力量を授けられたという例が多かったことが佐々木禅著、東王遺文などにはある、と柳田は述べる。ある者はうぶめに合い命を危うくし、ある者はその因縁から幸運を捉えたということになっている。うぶめの抱かせる子に見られるように、つまりは子を授けられることは、優れた子を得ることを意味し、子を得ることは、 このない親だけの願いではなく、世を捨て山に入った山場のような境遇になったものでも、なお、金太郎のごとき子を欲しがる社会が古い時代にはあったと語る。柳田はここで、産目めの抱かせる子供の会議単を通して、古来社会における子宝の重要性について語っている。時は、元禄時代の初め、合図は、高田の袖山に五代目、 ババキューザイモンという新人深い人がおり、ある時、五国宝城と子孫繁栄を福光国造村に発願し、柳津長円造寺に牛の時参り、当時は漫願上司のためをしていた。さて漫願を迎える。その夜は羽織を着て、新しいわらじと短くも万全。いつものように氷の旧柳津街道を進んだ、最後の早坂峠付近に差し掛かると、なぜかにわかに周辺が、 ぼーっと明るくなり、赤子を抱いた一人の女に会う。何せ平地にり、三道三里の道中で、ましてやこの時、透き通るような白い顔に見出しかみ、さては、三女かと息を呑んだが、女が言うには、これびの方、すまないが、私が髪を言うま、この子を抱いていてくださらんかとのこと。旧左衛門は、赤子を泣かせたら、命がないことを悟ったが、 古老から聞いていたことが頭に浮かんで起点を聞かし、赤子を外向きに抱きながら、自分の羽織の紐でしばしあやしていたという。一刻一刻が非常に長く感じたが、やがて東の空が白み始める頃、やっと女の髪結いが終わり、大変お世話になりましたと赤子を受け取ると、引き換えに金の重ね持ちを手渡して、どこかに消えたという。その後も、旧在門の家では、 良いことのみが続いて、金銀が溢れるように、大文言者になり、後に、この早坂峠、玄屋内津町森林公園に思いだき、観音を祀ったのである。なお、円蔵寺のおぼだき観音伝説にも詳しい。1984年、昭和59年5月15日の午前7時25分、静岡市、玄。 静岡市青い区産めの県道で女性が運転する乗用車が集団登校中の児童の行列に突っ込み、児童数人を跳ね飛ばしてガードレールに激突した。加害者の証言によると、三つ、辻の道路の左側に変な老婆が立っており、避けようとして事故になったと答えた。だがこの事故を目撃した児童はオートバイを追い越そうとして事故になったと証言し、 老婆のことには言及していない。その土地は古来から三女神殿と呼ばれていて、地名の由来は江戸時代に牧野紀東兵という漂白の者の,の妻が妊娠中に死に、その霊が何度も現れたため、その怨念を鎮めるため、村人が三女明人として祀ったという縁起である。現在、三女明人には小安観音が安置されており、 近隣の女性たちの暗産の守護霊になっている。この交通事故について民族学者宮田昇は三女という名の土地に現れた妖怪、うぶめが働きかけことが事故の原因であり、うぶめのような妖怪変化が現れる辻の持つ霊的な力が民間伝承として現代に出没していると語っている。東京都では足立区のむつ交差点で交通事故に遭った散布が 赤子を抱いた姿の例となって現れた車を止めたといい、三女の目撃団とされた事例がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。